久しぶりです。ご結婚おめでとうございます。元1年10組担任の土屋です。結婚するということで皆おめでとうございます。幸せな家庭を作ってください。おめでとう。見つけようと思いでまた積み重ねてる。ここから新しい場所へ何も恐れ言うな。まずは今までの4年間付き合ってくれてありがとう。そして結婚してくれて本当にありがとう。今思えばあっという間の4年間だったけど、その大半が埼玉と山形との遠距離で、ゆうなにはたくさん苦労をかけてきたと思います。それでも2週間に1回というペースで会い続けてきたおかげで、いろいろなところにも出かけられ、僕としては楽しい思い出ばかりでした。それは今までゆうなが支えてきてくれたおかげだと思います。その一つとして、これまでの4年間にユーナが書いてくれた手紙を数えたところ、全部で47通もありました。今でもこれを見るととても癒されます。これからは、新しい土地で新しい生活が始まるけども、山形はとてもいいところなので2人で満喫しましょう。そして、冬は2人で仲良く雪かきをしようね。今までたくさんの幸せをありがとう。そしてこれからの長い人生、2人で笑顔の絶えない家庭を築いていきましょう。あと、これから海外旅行をする際はバックパックはやめてツアーで行くようにします。また一緒に海外に行きましょう。結婚おめでとう。昔から姉ちゃんのお菓子を勝手に食べちゃってごめんなさい。こうやってまともに育ってこれたのは姉ちゃんのおかげもあると思います。山形行っても頑張ってください。ゆうな、結婚おめでとう。タスク君が家に挨拶に来てから今日の雪日まですごく時間が経つのが早かったです。腹部だったゆうなから僕のお腹の上で昼寝をしていたゆうな、こんなに、皆さんに祝福されてこの雪日を迎えられることができてとても嬉しいです。タスク君、ユーナを末永くよろしくお願いします。ユーナおめでとう。ユーナは幼稚園以来好きな人ができなくて女の子の友達とばっかり遊んでたけど、一番好きな人とができて、一番好きな人と結婚できて本当に良かったと思っています。ユーナとは食の趣味も洋服の趣味も全部一緒で、いろんなところに行ったりしました。ユナがいない生活をはすごい寂しいけれども、ママはママなりにパパと頑張ります。頑張ります。タスクさん、ユナをよろしくお願いします。